Welcome to Duster, a new summary. Today, I'll show you upcoming new VR event on VRChat, Cross Market and its booth with Inoue Kamaru. Let's go. こんにちは。クロスマーケット副主催の Inoue Kamaruです。これからクロスマーケットのブースの取材をしていきます。今回紹介するのは一部のブースの紹介ですので、皆さん実際に遊びに来るときには一つ一つゆっくり見て回ってください。取材していきましょう。続きまして、オメガさんのオメガ試作設計局になります。オメガさん、お願いします。紹介してもらったオメガです。うちのブースはですね、クエスト用のそのワールドギミックとか、自作のワールドの紹介をしてます。PC 用になっちゃうんですけど、トラッカー用の機材とかも扱っておりますので、ぜひよろしくお願いします。オメガさん、このクエスト対応ワールド向けのこのカメラ、何ですかこれ？クエスト用のワールド作成ギミックですね。去年のそのクエストがリリースされた直後はやっぱりワールドギミックで使えるのがみんなわからないっていうのがあったので、ちょっとそれに先んじた形でリリースしたものになっております。一応カメラのモデルもついてて、これをこのままワールドに設置してもらうとカメラを撮って遊ぶっていうのがクエストでもできますよっていうオールインワンな、自分でこうカメラ構えて遊びたいっていう人は手がなかったというかですね、あんまり情報がなかったので、そのままポンと設置すれば使えるよっていうのでこれを作ってみたという感じです。おー、ありがたいですね。いやいやいや、素晴らしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そこにクエスト対応のワールドの情報も上げてあるので、よかったらそっちも見に行ってもらえると助かります。ぜひうちのブースを見に来てください。はーい。では、オメガさん、ありがとうございました。ありがとうございました。クロスマーケット。続きまして、こちら、かげろうさんのアイリゼになります。かげろうさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バーチャルファッションブランドのアイリゼをやらせていただいております。アイリゼ、なんかおしゃれですね。この後ろの、なんかね。このモードイロナっていうアバターなんですけど、まあちょっとイロナちゃんって呼んでいただけると嬉しいんですけども、この子はですね、改変をとてもしやすいように設計されているアバターでして、ポリゴン数はもちろん5000で、作られておりまして、このスタイル X の子がですね、一番基本のスタイルになっております。でこの X の子になんとですね、シェイプキーが1000個以上入ってまして、これがですね、キャラクターメイキングくらいの自由度がありまして、この子を改変することによってスタイル Y の子とスタイル Z の子を作ることができるようになっています。改変慣れしてない方でもシェイプキーをいじるだけで改変が済んでしまうという、はい、とっても優しいモデルなんですね。そうです。改変をしやすいっていう風にご紹介させていただいたんですけども、なんとクエスト版のモードイロナと PC 版のモードイロナは完全に互換性がありまして、アニメーション表情ファイル全部同じものを使うことができるんです。せっかくなんで私どれかのアバターになって、もちろんこれね、シェイプキーで体型の変更が改変によって行われてますので、そこら辺は調整ができます。なんかすごいしょんぼりした顔入ってて可愛いですね、この子。この表情好きですわ。クロスマーケットにお越しいただいた際は、ぜひこのアイリゼのブースに遊びに来て試着をしていってください。来てね。クロスマーケット。続きまして、天野氷さんの天野氷シロップです。よろしくお願いします。このブースではバスルームを無料配布しています。それが今回の一番の売りで、私バスタブっていう部活をやっておりまして、それを広めるためにこのバスルームを配布しているので、皆さんもしよかったらもう無料なので使ってください。お願いします。はい、ありがとうございます。バスタブって、はい、バスタブっていうのはもしかしてこれみんなで、このお風呂に入る格好をしながらお風呂に入る部活。いいですね。何をしてるんですかね、これは。このお風呂を無料で配布してるんですか、これ。はい、クエスト生の方でもバスタブ増えるといいですね。はい、すごい気になりますね。あれ、起きたんですよね。正式には起きたんじゃないんですよ。起きたんじゃないんですか、これ。起きなりなんです。ちょっと違います、ね。待って、なんだろう。ちょっとね、ピンク髪の可愛い女の子です。アマゴールシロップにぜひお風呂入りに来てください。お願いします。
お願いします。お願いします。もう一回言うね。お願いします。クロスマーケット、今紹介したブースはクロスマーケットのほんの一部になります。クロスマーケットは2020年5月30日から2020年の6月3日まで開催しています。オキュラスクエストで開催するイベントでは最大のイベントになりますので、ぜひ遊びに来てください。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.